ゆももこ。1日、5278キロカロリー摂取の暴食ぶり。夕食は計?3回。炭水化物三昧で。お笑いコンビ。ハイヒールのももこさん、54、が、21日放送の TBS 系の医療バラエティ。メイの座太鼓版って、驚きの暴食ぶりを披露していることが分かった。食生活に密着したところ、1日の総摂取カロリーは、5278キロカロリーを計測。悪玉コレステロールは基準値をオーバーし、検査により頸動脈プラークが発覚する。グルメを自称し、2020年まで外食の予定が埋まっているというももこさん。朝から番組収録の楽屋で、大阪名物の押し寿司に加えて、置いてあるお菓子を食べ続けると、昼食には、お好み焼き、焼きそば、ご飯のトリプル炭水化物セットを完食。その後も仕事で食事し、夕食はわざわざ京都の名店にまで足を運び、そこから2軒はしごと、計、3回で、ほとんどが炭水化物に偏った食事を取り続けていた。ほぼ毎日、このような食生活を送っているという、ももこさんの悪玉コレステロールは、基準値をオーバーし、検査により頸動脈プラークが発覚。医師から心筋梗塞や脳梗塞など、血管疾患の危険性を指摘されてしまう。メイの座太鼓版は、芸能人の私生活に密着し、日々の生活習慣や、体にいいと、信じてやっている健康法を、最強医師団が、太鼓版か、ダメかジャッジし、対策などを紹介する医療バラエティ。5回の特番を経て、昨年、10月からレギュラー化。MC は、お笑いコンビ、アンジャッシュの渡部健さんとタレントの山瀬まみさんが担当。渡部さんの相方の小島和也さん、藤原の原西孝幸さん、藤本敏文さんもレギュラー出演している。21日の番組には、桃子さんのほか、石井明美さん、中山秀幸さん、湯原正幸さん、リリコさんもゲスト出演する。